grams. バグがある。作者に文句言わなくちゃ。レナのパパはレナに超甘いんだよね。きっとなんかおねだりするから逃げたんだよ。じゃあね、バイバイ。今夜また電話するかも。西ヨーロッパサイトからサイバーナキストが破壊工作を仕掛けたという情報が入った。情報ですか。そういった情報はここにも入ってきてます。デマ工具だというのか。いえ、いかなる情報にも私たち情報監察官は注意を払っています。本当にサイバーナキストがクラッキングを目論んでいるなら、レベル3以上のネットワークをクローズしなくてはなりません。そんなことをしたら日本は孤立してしまう。そうならないようにここでせき止めるのです。とにかく用心してくれ。厄介ですね、サイバーナキストなんて。このネットワークに依存しきった世界では最も重大な犯罪だという自覚がないんだ。
きました。誰だろう。あなたは一人ぼっちじゃないわ、ルシア。ルシア？誰？ルシアって誰だろう。アリス。やめてよ、私耳とか弱いんだから。それってなんかエッチっぽくない？アリス、早く着替えないと間に合わないよ。もう。夏の学校に備えてスクーバダイビングのブリーフィングを行います。ダイビングは一人ではダメ、必ず誰かと一緒に潜るように。万が一他に助けてくれる人がいなかったら命に関わる。はい。じゃあまず一班、水に入って。行きます。私まだちゃんと泳げないのに。だったら一班に入ればいいじゃない。だってアリスとレナと別々になるの嫌だもん。プールから上がりなさい。消毒薬が流出、メモリが消えた。皆さん、学校のメインサーバーのメモリが事故で消えてしまいました。復旧に時間がかかるので今日は早退してください。降臨銀行の預金データが消えて取り付け騒ぎが起きました。方々のメモリが消滅しています。私は誰？何も思い出せない。バカ野郎、どこ見てんだ。信号は赤だろ。俺、車の運転忘れちまった。みんなどうしちゃったの？急に記憶をなくしちゃったみたい。メモリが、あの耳につけたナビが人の記憶を消すウイルスを流してるんだ。これって、まさか。サイバーナキスト。ただいま。お願いします。これって何？アイソレーションタンクよ。体と同じ質量でプカプカ浮かんでリラックスするの。それって痩せられるの？いやね、私痩せる必要なんてね、アリスちゃん。昨日の夜ね、新しいウイルスバスターのプログラムを書いたの。女の子が夜に何してんだか。サイバーランドのどこかでメモリーを勝手に消しちゃうウイルスがいるんだよ。プロトコル成立。このプログラムはそれを探知して消しちゃえるの。すごい。ファイルトランスファー。警告します。アリスの宝箱のデータ消去を実行してもいいですか？ただいま。今日も遅いのか。警告します。アリスの宝箱のデータ消去を実行してもいいですか？え？いいわけないじゃない。もう一度確認します。消去していいですか？どうして？ダメって言ってるじゃない。確認しました。あと30秒でメモリデータが全て初期化されます。あと20秒でメモリデータが全て初期化されます。15 14。 どうしてこんなことに。12パパの、パパのデータが、8、パパの思い出が全部そこにあるのに。5 4 3 2 1。
ハッカーかと思った。なんだ、可愛い女の子じゃないか。驚いたぜ。これは大人に悪さしたバンド。サイバーナキスト。そうさ、サイバーランドに地上の世界の法律など無用だ。俺たちは自由なんだ。それを知らせてやるのさ。私にもっと力があれば。何をしたんだ。俺がログインしてるのに強制切断する気か。あなたの意識だけをサイバーランドに呼んだの、アリス。え？あなたは一人ぼっちじゃないの、アリス。でも、パパのデータが。無事よ、安心して。あなたにあげたいものがあるの。え？何これ、プログラム？待って、ちゃんと読ませて。あなたはここに自由に来られるようになるわ。サイバーランドはあなたの世界よ、アリス。早すぎる！待って！夢か。ルシア？サイバーランドはあなたの世界よ、アリス。あ、プログラム？であるから、解の値を代入すれば方程式が成り立つ。そっか、仮想ボディに意識を転送するには、全身の電位を完全に検知させないといけない。あ、アリス、どこ行くの？サイバーランド。急いで。早くウルフを止めないと、みんな記憶をなくしちゃう。ああ、待って、アリス。5、6、7、ただいま。レーナ、タンク地下に運んだけど、何に使うの？ダイエット。じゃあ、タンクに入って。中に入ったら目を閉じて、体を楽にして。サイバーランドにダイビングするから、みんな離れないでね。なんだか怖い。私、なんか楽しい。ルシア、これでいいんだね。ダイブイン。3人の意識をサイバーランドに転送。サイバーゲートだよ、気をつけて。ここは情報が激しく流れるところだから、流されないように。すごい力。頑張って。ほら、見えたよ。ウェップのネットワークなんだ、これ。その最上部。私たちがいつも情報をやり取りしてるのは、サイバーランドの一番上の階層なの。あれ、ジュリなんかスタイルが良くなってない？それになんか大人っぽいかも。そういうレナだっていつもよりナイスボディ。自分がこうありたいって姿になっちゃうんだよ、きっと。あー、すごいや。女の子が完全にメタファライズしてる。悔しい。僕って結構クールなハッカーだけど、ここまでのメタファライズはできないぞ。ねえ、ここレベル1なんでしょ？レベル3なんていけるの？どこまでいけるかわからないけど、
ルシアがくれた力、私信じてる。ルシア？うん。ここがレベル2？ システム管理する人が行き来する階層。尾形さん、何者かがレベル2に侵入しました。それも3人。まさかサイバーナキスト。レベル2を超えていく。まずい。そこはレベル3に向かってます。なんだかお墓みたい。寂しいね。ここがメモリバンクの階層レベル3。あ、待って！で潜ってくるとは大したハッカーだ。俺が食ってやろう。追い倒す子は二度とリアルワールドの体に戻れないよ。お仕置きをしなきゃな。みんなの大事な思い出を消してしまうなんて。レナ、波にタッチ。あ、レナ。ウィルス探知。くそ、こんなところに。しかし、じゃあこの3人は。グアン、レベル3をメタファライズできないのか。まだそこまでのシステムは組んでません。何かが起こったんだ。どうやって潜った？そこまで人間の姿でいられるのはどうしてなんだ？システムを教えてくれたら話してやってもいいんだぜ。あんたなんかに！なんだ！私たちはサイバーランドの悪い人を倒す力をもらってるの。え、本当？何？ルシア、信じていいのね？アリス、サイバーランドを守って。
私だってあんなの素手でやれたよ。さあ、私たちもエキジットしなきゃ。なお、原因不明のメモリバンク連続テロは何者かによるウイルス駆除で、各メモリバンクともに無事復旧している模様です。情報省ではこの事件に関しては調査中とのコメントを発表して。誰かがサイバーランドを救った、それだけは確かだ。しかし一体誰が。嘘です。私だって着れるもん。ブリブリのアダルティな、もう超大人な水着。無理だってば。ジュリは夏までにちゃんとダイエットをしなきゃね。にゅー。あ、信号変わっちゃう。わー、待ってよ。あんな気持ち悪いのと戦うのはもうゴリゴリ。さて次回はサイバーランドで会ったチャーリーという男の子にジュリが一目惚れ。でもそのチャーリーは命を狙われてるの。ジュリは必ず守ってみせるって言うけど、なんか訳ありで心配。アリスインサイバーランドダイブ2、サイバーランドクライシスでダイブイン。
いと涙と感動、これがギャルベンチャーゲーム、アリス・イン・サイバーランド、好評発売中。グラムズ。ゲームの中でドラマが進む、ストーリーテリングシミュレーション RPG、 クオバディス2惑星教習オバンレイ。グラムズ。